はい、どうも皆さん、ほんこんまにし今日もですね、悲しみの動画レビューシリーズがやってまいりました。えー、私のね、えー、パソコンメインのね、動画とかを投稿しているパソコンが、まあ、クリーンインストールせざるを得なくなりまして、えー、このレビュー動画がね、丸ごと消えてしまうというね、失態をやらかしてしまいました。えー、なんでお前退避しとかないんだいっていう、えー、そういった感じなので、えー、それをね、再レビューするという形で世に出すコーナーでございます。ということで、今回はご紹介するのはこちら、ジャカジャンと。 出ました。レッツノートですよ。パナソニックのレッツノート。えっ、ー、と、片番はね、なんだっけ ?CFRZ5 になります。イエーイ。はい。RZ フェーブになります。よろしいでしょうか。これですね、えー、なかなかやっぱ市場でね、手に入らない RZ5 の、えー、ちょっと高級モデルになります。えー、こいつはですね、まあ、ちょっとパカリンことしていきますと、 ちょっとね、使わせてもらってます。Core M5 の、えー、メモリー 16GB。で、SSD が512かな。もう、それも自分で乾燥しました。っていうようなね、割とね、ちょっと高級スペックに仕上げてるようなモデルになります。っていうところで皆さんにご紹介できればなと思います。まずですね、これを買った経緯について、まあ、ご紹介させていただきましょう。まあ、これはですね、まあ、端的に言えば、ん、使うかな、みたいな。使うよね、みたいな。 だから、ね、私ちょっといろんな仕事をやっててその中で割と外に出て、まあ、やることも多かったり、まあ、本当にねカフェとか、えー、と出先とかでやることも多かったりしててまあね、あのー、その時に、まあ、クリティカルに効いてくるんじゃないかなと思って、まあ、これぐらいの薄さと軽さで堅牢性と、えーまあ、相まれば、まあ、使い勝手もいいんじゃないと思って買ったんですが。 まあ今はね、実はね、そんなに使ってないんですよね。一、二度使った程度でね、使わなくなっちゃったってもったいない端末なんですが、まあそれを買わせていただきましたというところで、早速ね、こいつをご紹介していきましょう。この RZ5 はですね、まあ,あ、パナソニックレッツノートシリーズのもう途絶えました RZ シリーズの、まあ、系譜に当たるものです。で、 まあ最大の特徴といったら、やっぱりこの10.1インチに、このミニマムボディに、しかも軽さがね、ものすごく軽いという、そういったね、特徴をえ備えているね、ものになります。まあ、軽さで言ってもね、本体だけでも0.745キロぐらいとかになります。EC、まあ、アダプターとかと一緒に持つと1キロ以内ぐらいになっちゃうとは思うんだけども。まあ、それでいてね、えっと、駆動時間もまあ約11時間と。 えであったりとか充電時間は2.5時間とかそういった感じでね、えー、推移するようなものになっていたりします。で、まあやっぱりレッツノートなんで、えー、あれですよ、皆さんね、まあこのチャンネル見てる人は分かる人多いと思うんですけども、やっぱり端子類がね、豊富なんですよ。D サブしかり、ね、USB しかり、イヤホンジャックしかり、で、電源、ね、電源というかワイヤレスのね、この多分航空機内用モードとかそういうやつだと思うんだけど、ワイヤレスのオンオフもできたりとか、あとね、 え音量の上げ下げもできたりとか、まあ、これはタブレットになるからなんですけども、あとはね、バッテリーが着脱式なんで、えー、スワップできます。スワップっていう言い方変だなら取り替えできます。で、あったりとか、まあ、電源とかね、えー、パチパチとこんな感じでね、往年のこう、レッツノート、おなじみモデルですよ、これは。はい。で、こっち側とか見てみると、USB-C がまた2発、で、ランポートがついてて、STA ソロットがあるとフルサイズですね。で、あと HDMI と、あと充電端子とか。いったようなねもう もう揃いなんですよビジネスするにはもってこいなやっぱり端末なわけです。というところでやっぱり人気はありますよね。しかも小型なんで1キロ切ってる。しかも0 8キロも切ってるっていうところで非常にね持ち運びが楽っていうようなところにはなります。はい。というところがまず大まかなあれですね。まあ、ただまあ残念な,なところもあってまあ、画面がねまず10.1インチとかなんだけどもねちょっと後で起動するけどねベゼルが太いのよ。ベゼルが太くてもっとコンパクトで。 コンパクト化できたただろろううっっていうところはまあ一つあったりしますね、まあ、堅牢にするためにあると思うんですけどもあとはねうーんまあキーボードは全然まあ大丈夫って感じまあまあこれぐらいのサイズ感誇ってくれてるんだったらね、まあ、ただねレッツノートによくありがちなこの半角全角がここにあるっていうのはこっちじゃないのみたいなそんなところはあったりしますでちょっとあとで伝える最大のね実はねこれこれもねやっぱりねいいところばっかじゃないんですよ本当に最大の ゴミみたいな要素があるんで、ちょっとそれもね、後ほど語らせていただければなと思います。じゃあまずはね、パイルダーオンでね、えー、充電をいたしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、パナソニックと出ました。いいですね。やっぱね、本当はね、でもこの RZ シリーズはやっぱ買いたかったのでもできるだけメモリ1 6ギガとかで。買いたくて、だからね、こういうふうに買えたのがすごく嬉しいなと思ってます。 ちなみにね、これ NVMe とかじゃないです。あの、普通の SATA3 です。はい。SATA3 です。なのでね、ちょっと読み込みが遅い気はしなくはないです。まあ、ただ、ここまで行くと、行くんじゃないかな行くんじゃないかな行きましたね。ようこそ、ここが長いんだ多分ね。ここが長いんですよ。まあでも、見てわかる通りね、ベゼルが太いでしょここのね。まあ、このベゼルが太いのがね、いかんせんなんかね、気持ち悪いというか、 ちょっともったいないなみたいいいなななみやっぱねこれだけ画角というかその表示領域が狭くなるんですよねそこがね頂けない点かなというふうにまあ思ったりしてますまあでもねまあ発色とかは悪くないしまあ一応ノングレアのフィルム貼らせてもらってるんだけども、まあ、これでかなりね見やすくなってるかなというふうに思ったりもしますまあ10インチだからねそこそこまあ広いし まあそういう意味でもまあ使えるかなっていう感じでは正直あります。でこいつのね最大のちょっと欠点を申し上げたいなと思ってるんですけどもこいつのね最大の欠点はこれねレッツノートだと思ってね買うとねこれ痛い目を見るんだけどここなんだよねここ。タッッチパッドがね やっぱ僕は SX であったりとか SV シリーズをよく使うじゃないですか言ってもね、まあ、動画の登場回数的に言ってもなんかねやっぱタッチパッドがこれいけてないのよ本当にイけてないのよすごくいけてなくてなんかこうトラッキングというかこうやってもなんか全然なんか思い通りのところになんか吸い付かないしクリックなんてしようと思ったらもう地獄だし、まあ、そのためにこのセパレートのクリックがあるのがもう助かってるんだけどなんかね タッチパッドがね、とにかくいけてない。本当の意味でいけてない。あの、だからね、このタッチパッドを、もう、ちゃんとしっかり使えるんだろうなと思って買うのは、おやめいただきたいなというか、やめた方がいいですね。正直言うと。あんまり得策ではない。あの、これ RZ シリーズ全体に言えるのかもしれないけど、もしかしたらね。あんまりね、やっぱりタッチパッドでいい評判聞かないんですよね。後々調べると。いや、調べる、あの、調べてから買えよって話なんですけど。 まあでもやっぱり噂は本当だったのかみたいなそういうなんか気持ちにもなったりなんかねなかなかねちょっと微妙なんですよねこのタッチパッドがだからちょっとね試行錯誤とかもしました感度調整したりとかダブルクリックに扱いにならないようにとかあとはこのタッチパッドにまあこのフィルムがいいよみたいな口コミを見てフィルムまあフリカットして貼ってとかいろいろねやったんですよ実は感圧調整とかも全部やってやったんですけども なかなかね、まあ、ここまではなんとかいくようになったんだけど、それでもね、まだやっぱりこのタッチパッドはね、もうおまけ程度としか思っちゃいけないぐらいの使い勝手ではあります、正直。だからあんまりね、期待しない方がいいです。と、はい、いうところかな、悪いところとしたら。まあ、あとは、まあ、この世代に、世代までというか、まあ、もうちょっと後から少しだけ改善されるけど、まあ、この世代までよくありがちなモノラルスピーカーですね。まあ、レッツノートのクソ音質スピーカー。まあ、ステレオになってもクソなんだけど。 えーまあ、っていうところはちょっといけてないかなっていうところではありますよね。うん。まあでもそれ以外総じてね、まあ、いい端末ではあるのではいありかなと思います。ちなみにちょっとねこの端末結構ボロボロだったんでいろいろね補修ペイントとかねいっぱいやりまくったんだけど、まあ、それでもねなかなかね、まあ、前の持ち主さんがね多分これでめっちゃ仕事しててガシガシ扱ってたんだと思う。まあその関係で結構ねボロボロなんだけど、まあ、まだ使えるだろうというところで。 ちなみにね、こんな感じでタブレットモードにもできます。はい。まあ、ちなみにタブレットモードえ使いません。<laughs> 使いません。使うことはないです。多分。ほぼ使うことはないです。もう今ので、あとは次1年後ぐらい使うかなっていう程度。っていうぐらいかな。はい。ご紹介できるとしたら。あとはですね、あ、あとはですね、メンテナンス性とかについてですけども、メンテナンス性についてはメモリーは変えられないものの、まあ SSD とか Wi-Fi とか、 そこら辺のモジュールに関しては変えられるので、まあ、それはいい点かなと思ったりはします。メンテ性がいいという意味でね。とかも含めて。あとは何だろうな。ネジはね、まあまあ、ちょっと多い。まあ、レッツノートによくありがちなネジ多いっていう風になるんだけど、まあ、分解はね、そこまでしにくくはないです。はい。というところかな。あとはバッテリーパックは、ちょっとね、これカッパー色のもの、ね、これカスタマイズモデルを買わせてもらったんで、なかなかね、このカッパー色色の バッテリーって多分、ね、ないんだよねもう新品しかも RZ ももう廃盤になったからだからかね <laughs> あ苦しい立場に追いやられてるんだけどもでもまあ一旦ね所有欲を満たすとかまあ見えま PC でねここまで堅牢でとかっていうのであればすごくねいい PC ですはいまあ、タッチパッドゴミなんだけど本当にで次回はですねこのタッチパッドであったりとか使い勝手を向上させるような、まあ、アイテムをね少しご紹介させていただきたいので、まあ、そこら辺もねよろしくお願いしますということで また次回の動画でお会いしましょう。春な館長でした。バイバイ。